深淵王子をご覧の皆さん、こんにちは、シンです。今日の動画ですね、もしトイストーリーの世界に入り込んでしまったら、をやりたいと思います。では、まあ僕もトイストーリー好きです。うん、面白いですね。昨日、夜やってました。はい。まあ、その、あれはですね、うちにビデオがあるので、いつも見れますね。では、オープニングはこれでいきたいと思います。あれなんかいきなりちっちゃくなっちゃったな。なんかうわこんなとこでかいベッドがある。すげえ。あーそっか、俺ちっちゃくなっちゃったんだ。おもちゃの世界な。お、あれウッディじゃん。お、どうした。あれ君人間じゃん、なんでちっちゃくなってんだ。ってウッディ、もうなんかね、魔法かけられてちっちゃくなっちゃったんだよ。おっと、俺とダチになれ。おお、よろしくな。ほら、バズライトリアだ。お、すげえ。あははは、無限の彼方へ。さあ行くぞ。バズライトリアだ。で、あんた人間か。アンディの部屋に入り込んじまったのか。よし、まあしょうがねえ。お友達になろうじゃね。まずありがとう。おお、ポテトヘッド。ポテトヘッドか。あんまポテトヘッドはいいんだよな、ポテトヘッド。シドだ、シド、シド。でかっ、シドか。うわ。やばい。ピザクラネットの UFO キャッチャーで俺は使われそうだ。ウッディがこう言った。お前隠れろ。シドに捕まるぞ、シドに。やべえ、シドに捕まった。ウィーン。ウィッティが捕まえた。なんだよ、って言った、シドは。ウィーン。やった。ラッキー、トリプルゲット。うわ、取られちゃった。どこ連れてかれちゃうんだろう。どこだ、ここは。うわ。アンディの世界に帰ってきた。トイストーリーの世界に入ってしまったな。どうやったら元の世界に戻れるだろう。バズライトリアになんとかしてもらうしかないね。何もないですね。はい、まあウッディとはですね、ちょっとまあ記憶が確かあるはずなんですよ。ウッディ前確かできたはずなんですけど、ウッディ、はい、まあ、ウッディのね、ちょっと紹介はしないんですけども、はい、ウッディ入ってるかもしれないということで、あ、ちょっと場所わかりません、ウッディの、はい、まあ、ウッディっていうのはですね、トイストーリーというあの。やつがあるんですよ。で、まあこのバズライトリアはなんか悪の帝国ザークを、ね、倒すためになんか地球飛び回って、ね、バズライトリアが来ています。で、まあ他にポテトヘッド、犬のスリーピーだかっていうやつとか、あとはまあ、トイストーリーいろんなキャラクターいるんですよ。でも、ディズニーであんな面白いトイストーリーはないと思います。2とか3が、とても面白いと思うので、トイストーリー、ぜひ見てみてください。はい。皆さんのね、まあ、最後、ですね、トイストーリー面白いので、ぜひ皆さん、ご覧ください。ということで、今日の動画ですね、もしトイストーリーの世界に入り込んでしまったら、をやりました。以上、CAOJ のダブルゴッチでした。
ありがとうございました。